務系は時間をまとめて処理しましょうです。なんでかっていうと、雑務系の仕事って、まあ言ってしまったら基本的に時間の無駄なわけですね。どういったものが無駄かっていうと、まあもちろん完全な無駄とは言わないんですけど、それをやっても成長できないっていう意味ですね。で、それがメール返信とか、あとはミーティングとかですね。こういったものっていうのは基本的にその場で何かが生み出されたりってあんま起こんないじゃないですか。メール返信してもそこでなんかイノベーションとか起きないですよね。ミーティングしてもミーティングって別にそんなにイノベーションとか起きないじゃないですか。とはいえ、その仕事をしていく上ではそういったメールとかミーティング欠かせないですよね。で、そういうのをどういうふうに効率化していくかっていうと、あくまでこれ僕のやり方なんですけど、僕は一つの曜日にギュッてまとめる、かつ一つのその狭い時間に一気に入れるみたいな、まあそんな感じでやっています。で、今の僕の場合は今フリーランス的に働いているので、そういったそのミーティングとかアポみたいな、まあそういった業務っていうのはほとんど土曜日に詰め込んでるんですね。まあだから土曜日っていうのは僕は結構忙しめなんですよ。でも土曜日忙しいけど、他のすべての曜日っていうのは暇っていう感じです。実を言うと、僕これ会社員時代もやっていました。会社員時代はさすがに土曜日にアポ入れるとかできなかったので、基本的にいつもなんか水曜日とか木曜日とかそれぐらいに予定詰め込んだりしてました。で、なんで水曜とか木曜なのかっていうと、まあそのぐらいの時ってまあちょっと疲れてきたりするじゃないですか、仕事で。で、疲れてきたタイミングで、その、例えば水曜日の夕方とかにアポとかをこうバーって一気に入れてしまうみたいな。まあそういう風にすると、まあ水曜日はちょっと生産性下がっちゃうんですけど、他の曜日で生産性上げて取り返していけるので、こういうやり方もおすすめです。まあなので、雑務系の仕事ですね。これは、一箇所にギュッてまとめて、まあ例えばもう帰る前の1時間で全部やるとか、まあそういうのでもいいんですけど、そんな感じでやると、効率上がります。はい、というわけで以上の3つっていうのが、仕事が忙しすぎる場合の対処方法。もう一回まとめるとこちらの通りですね。で、まず1つ目っていうのが GTD 理論でタスク整理をしましょう。2つ目っていうのが仕事によって本気度を変えていきましょう。で、3つ目っていうのが雑務系の仕事っていうのは時間をまとめて処理しましょうっていうお話です。はい、という感じで伝えたかったこと以上なんですけど、最後に1つだけ話して終わりにしようと思います。で、それ何かっていうと、心に余裕のある働き方っていうのを模索していきましょうっていう話です。で、なんでかっていうと、まあここまで聞いてくださった方っていうのは、もしかすると仕事が忙しいとか、仕事が忙しくてなんか心の余裕なくなっちゃってる方も多いと思うんですね。でもそれって冷静に考えると結構悲しいことで、なんでかっていうと、ほとんど人生って言ってしまったら労働じゃないですか。月曜日から金曜日まで働きますよね。で、多分僕のチャンネル見てくださっている方とかは、土日とかっていうのも何かしらその勉強とか読書とか、何かしらその将来につながるようなことをしている場合も多いと思います。要するにその人生の大半ってまあ仕事関連のことをしているわけじゃないですか。ただそういった仕事に追われて、まあ忙殺されて心の余裕がない、なんかストレスが溜まってしまう。まあそういう人生をこう長く長く続けていくのって結構悲しいですよね。僕の場合はじゃあ何をしたかっていうと、自分の生産性を高めていこうと思って、それでずっと試行錯誤してきました。で、例えばなんですけど、エンジニアをやっていた頃の時代っていうのは、1日、まあどんなに生産性を高めても、まあ5から6時間っていうのは働かないと仕事終わんなかったんですね。で、それでまあ5から6時間ならいいじゃんって思うかもしれないんですけど、僕の場合はもう一段階暇になりたいと思って、そこから何をしたかっていうと、ブログにシフトしました。ブログとかだとある程度こう自動化できる仕事なので、まあ結構暇になったんですね。でも暇といえど、ブログとかをやっていても1日3から4時間の労働が必要です。まあだから今はもっと減らそうと思って、まあいろいろ試行錯誤とかもしているんですけど、まあただどうですかね、3時間ぐらいは結局まあ限界なんじゃないかみたいな、そういうふうに思ったりもしています。だからもしかするとここまで聞いた方で、やっぱりなんかブログとか、まあそういう YouTube とか、まあそういう仕事の方がいいのかなみたいな、まあそういう風に考える方いるかもしれないんですけど、もちろんそれ頑張ってもいいんですけど、その前に今の環境でもっと生産性を上げれないか、今の環境でもっと成果出せないかっていう、まあそこを先に考えた方がいいと思います。で、僕自身ももともとは本当に仕事遅かったですし、こういったそのタスク管理理論とか、こういった仕事の優先順位付けとかも特に分からずにやっていたんですね。でも徐々にノウハウっていうのを固めていって、仕事を早くこなせるようになって、その結果どうなったかっていうと、やっぱりそのブログをやるとか YouTube をやるっていうその別の仕事をやることになっても、やっぱ生産性って高いままキープできるんですね。まあ、だから今仕事頑張ってる皆さんには、一旦今の環境でもうなるべく改善をしていきつつも、でもやっぱりこの働き方だと忙しすぎるなっていうふうに思う場合は、だったらその先においてもっとその楽になれるような働き方っていうのを模索していきましょうっていう、まあこういったお話ですね。まあ、だから繰り返しなんですけど、まとめると、まずは生産性を上げていきましょう。生産性を上げた後にどうするかっていうと、もっと心に余裕を持てるような働き方を模索していきましょう。これが僕が伝えたかったことです。というわけで今回以上となります。僕のチャンネルでは個人で稼ぐをテーマに発信していて、で今回は生産性、個人で稼ぐって場所の、まあ、一つの枝葉ですね。そこの生産性について解説をしました。でもし勉強になったなとか、ちょっと参考になったなとか、あと今後も勉強していきたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。というわけで今回以上となります。それではさよなら。